バンディア TV は今回伝説の町シント浮上について中継でお届けしたいと思います。果たしてシントは浮上するのでしょうか。シントが沈んでいると思われる海域周辺が慌ただしくなっています。いよいよ海底に沈んでいた町シントの封印が解けようとしているのかもしれません。周囲の船は緊急時に備えて避難をして安全が確保されるまでは近づかないようにしてください。冒険者ギルドではシントが浮上しない調査を行う準備を進めているそうです。はあ、ただいまシントに向かってたくさんの光が集まり始めた模様です。やはりバンディアクラスターがシントの封印を解く鍵となっているのでしょうか。みんなでつながるカード RPG バンディアブレーカーの最速情報番組バンディア TV、 ついに最終回の今回はとうとう浮上するのか伝説の町シントについて、そしてこの一大スクープによってイリーヤは無事卒業して一人前になれるのか、皆さん最後までお見逃しなく。バンディア TV。 ここだ、いよいよシントが浮き上がるかも。予想していた通り、これはすごいスクープになるかもね。緊張したらなんだかお腹空いてきちゃった。もっと緊張感持とうよ。しかも本番前にコロッケ食べてたよね。もうなんだか台風みたいな天気を見てたらつい。ああ、それは少しわかるかも。でしょ、ポコタンにも分けてあげればよかった。でも真面目にやらないと。ちゃんとこのニュースを報道できたらきっとイリアは一人前になれるから。あ、そうだった、一人前だった。そうだよ、早速バンディアニュースでシントの続きを放送しよう。バンディアクラスターから集まったエネルギーがシントに集まりましたが、その後静かになっています。はっ、なんだか島が浮き上がってるよ。ポコタン、どうやら島に動きがあった模様です。ついにバンディアクラスターの力によって伝説の町シントが蘇りました。ただいま冒険者ギルドによってシントの調査が始まったとの情報が入ってきました。シントの島の内部には一体何があるのでしょうか。調査隊からの報告が待たれます。ここで報告が届くまで CM をご覧ください。バンディア TV。 アフカ昔に海底に沈んだ伝説の町シントがついに浮上するよ。ケンドフではシント復活を記念してシントの指輪を販売中。ここでしか手に入らないシントグッズをゲットだよ。知恵の都ケンドフ、土偶やリトルライブラリー。バンディア TV。 シント、ついに浮かび上がったね。そうだね、あんなに大きなものが浮かび上がるんだからドキドキしちゃったよ。おでんのはんぺんみたいだった。え？おでんのはんぺんみたいだった。 CM の間に冒険者ギルドの調査結果が届いたよ。島には何屋さんがあったの？お店よりもっとすごいよ。報告によるとシントには古代の超科学文明の遺跡があったみたいなんだ。金属とガラスでできた300メートル近い建造物があったり、地下にも乗り物に使っていたと思われるレールが島中を網の目のように繋いでいるみたいだよ。すごい、今よりももっと高度な技術が大昔にあったってこと？そういうことになるね。不思議、なんで今の時代残ってないんだろう。不思議だね。とにかくそんな場所だから今は失われている珍しい道具もたくさん見つかっているみたい。すぐに世界中から冒険者たちが押し寄せるんじゃないかな。おいしい名物もあるかも。私も上陸しなきゃ。数千年前の遺跡だから食べ物は厳しいと思うよ。超科学で保存されたお漬物が。もう言ってもいいけど、島には防衛のために仕掛けられた万人の機械兵もいるみたいなんだ。行くときは十分に冒険に備えてから出発した方が良さそうだよ。さらにお漬物とは比べ物にならないくらいすごいお宝があるって情報も探しに行ってみよう。ここでバンディアクラスターの最終配布状況の発表です。最終的なバンディアクラスターの配布数はこちら。うわ、すごい数だね。これ全部冒険者が持っているんだもんね。
世界中の冒険者が力を合わせたからこそこんな数になったんだね。クラスターを配ってくれたホワイトホエール号の店員さんも立派だよね。僕たちも放送で広めたよね。みんなで一緒に頑張った成果だね。とクラスター配布数が発表できたところで、バンディア TV は今回が最終回。でもバンディアブレーカーの冒険はまだまだ続くんだ。イリーヤ、最後に今後のイベントについて説明しておこう。どうしたのイリーヤ。いよいよこの説明をしたら本当にバンディア TV も最後なのかなと思ってね。最後だからこそしっかり告知をしなきゃ。一流の放送誌に向けてまずは新人卒業だよ。やだ、卒業しちゃったらもうポコタンと一緒に放送できないもん。だから説明しない。放送部のメンバーとしてそれじゃダメだよ。冒険者ギルド放送部には冒険者のみんなに情報を届けるっていう使命があるんだ。僕だってイリーヤと一緒に放送できなくなっちゃうのは寂しいけど、それでも立派な放送誌になってくれたらそれが一番嬉しいよ。ありがとうポコタ。じゃあ今後のキャンペーンについてイリーヤお願い。バンディアブレーカーでの今後のイベントのお知らせです。3ヶ月目に入り、いよいよストーリーも佳境に入ってきました。この盛り上がりをお友達と一緒に体験してもらいたいので、スペシャルお友達紹介キャンペーンを行います。いい感じ。お友達を誘ってゲームを遊ぶと、誘った人、誘われた人ともに2円ストーンをプレゼント。またさらに限定カード、イリーヤ&ポコのカードがつきます。まだゲームを遊んでいないお友達にはこの機会に声をかけてみましょう。イリーヤ&ポコのカードはこのイベントでしか手に入らない限定の特別カードです。バンディアブレーカーは残り4ヶ月の限定サービスです。これからもますます熱いイベントを用意していますので、見逃さないように公式サイトをチェックしましょう。ゲーム中で活躍したり、公式サイトの募集に投稿するとゲームのエンディングスタッフロールに名前が掲載されます。以上、バンディアクラスタのコーナーでした。はぁ、なんとか放送できた。でもこれで卒業、ポコタンともお別れになっちゃうのかな。全然足りてないから。鬼教官。はぁ、超絶美少女エミー教官です。アホ毛に放送士の資格はまだ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 早いっつーの。僕はちゃんとスクープはできてたと思うんだけど。シントのスクープはちょっとすごかったけど、途中で食べ物の話ばっかりしたり取り乱しているようじゃまだ一級放送士には全然スキルが足りないから。我ながら結構頑張ったのに。あと10年はもじゃもじゃと一緒に勉強しな。もじゃもじゃ、卒業じゃないの。バンディア TV 最終回とともにイリーヤちゃん卒業で涙涙のスペシャル回だと思ったのに、なんか格好悪い展開。冒険者ギルドのエミー教官がダメって言うなら、イリーヤはもう少し頑張らないとダメかもね。報道としてはまだまだだったけど、バンディア TV は冒険者の間では結構2人のドタバタが面白いって評判悪くないんだ。もしスポンサーが集まるようなら特別に再開も考えてあげてもいいけどね。本当？よかったねイリーヤ。スポンサーが集まったらね。きっと集まるもん。早速バンディア中のお店に集金に行ってくる。やれやれ、集金じゃないでしょう。よし、スポンサー探しは僕も一緒に協力するよ。もう一度一緒にバンディア TV をお届けできたらいいね。これでバンディア TV は終わっちゃうけど、まだまだこの世界にはたくさんの冒険があるはずだよ。それではまた会える日まで